そこには絆があった。そこには友があった。されど彼らが道は夢のごとくまどろみに散り、そこにはただ闇が残った。果たして絆は幻だったか。果たして友は霞だったか。瞳は閉じた。決別の少年、憎しみを追い、兄の影をつかむため、幾月幾年を超え、成長を歩む。巣穴に潜みし僧帽は、深淵の怒りが見えた。憎しみは復讐へ、怒りは新たな絶望へ、ウチハ・サスケの物語がここに始まる。終末の谷の戦いが終わり、友と決別したウチハ・サスケは、一族の仇であるウチハ・イタチを討つべく、その力を得るため、闇に救う者オロチマルのもとで3年の月日を過ごした。兄への憎しみを糧として強く、ただ強く成長したサスケ。巣穴より飛び立つ頃合いを見定めつつも、今はまだ闇に潜んでいた。しかし彼との再会の時は突如訪れる。かつての仲間である渦巻ナルトがサスケを求め巣穴へと侵入してきたのである。つながりを断ち切るまいとナルトは叫ぶも、もはやサスケの心は微動もなく、ただ目の前の敵を撃つためにその手は静かに刀へと伸びるのだった。俺とお前とのつながりはまだ切れてねえ。サスケ君、ナルト君たちと君の間にあるつながり、それお前たちに興味はない。さっさと消えろ。もう終わりか、ナルト。
目的、そして根底の感情、どちらも今のサスケとナルトでは大きな差があった。二度ナルトを退けたサスケはついに巣穴より羽ばたきの時を迎える。目標はウチハイタチ。しかしその前に別れを告げるべき相手が別にあった。それはこれまでの修行の師であり、イタチ同様その行いに横島の見えるもの、オロチマル。オロチマル、あんたはここで消す。そろそろあなたの体をいただこうと思っていたところなのよ。俺より弱いあんたにそんなことができると思っている。戦闘開始。あんたは狙われていたのさ。これから飛び立つ鷹の目になる。サスケの力はオロチマルのそれをはるかに凌駕した。劣勢のオロチマルは転生忍術を用いサスケの体を奪おうと試みるも、逆に力を吸収され、そして闇に散った。ついに巣穴より羽ばたいたウチハサスケは、水月、カリン、十五という三人の仲間を入れ、蛇を名乗る。蛇の目的、それは無論ウチハイタチへの復讐であった。標的の居場所を探るためサスケたちは移動を開始。その最中、突如デイダラとトビと名乗る二人組がサスケの前に立った。彼らはウチハイタチも属する貴重な情報を持つ二人に対し、サスケは刀に手をかけ、今まさに血をかけんとしていた。この子がイタチさんの弟か。あ、はじめまして。こいつがオロチマルをね。け、気
気に恵まれただけの勘違い野郎が。お前たちにはイタチの情報を喋ってもらう。戦闘開始。場所を教えてもらおう。熱と煙が大地に広がり、ようやく静けさが戻る。先人の地に残ったのは、ウチハ・サスケであった。その身は傷を負いながらも、難敵を撃破したサスケは、ついにイタチの居場所を知ることになる。ウチハのアジト、そこにイタチはいる。流行る気持ちを抑え、一歩一歩兄のもとへ向かうサスケ。一族の滅亡、兄の裏切り、復讐への渇望、さまざまな記憶と思いがサスケの胸中に渦巻く。そしてその時は訪れた。来たか、サスケ。あんたとの因縁、今日ここで終わらせる。大した気概だ。だが、お前の目では何も捉えることはできない。お前の目は何も…いや、俺の目にもはっきり見えているものがある。イタチ、あんたの死に様だ。戦闘開始。
ついていない。拮抗する兄弟の激闘、互いの術と意志が交錯する戦いは次第にサスケが優勢に運び始める。しかしイタチは切り札スサノオを使い一気に形勢を逆転。圧倒的なイタチのチャクラを前にサスケは劣勢に陥るのだった。そろそろ決着をつけるぞサスケ。この状況どうすれば。戦闘開始。
視力を尽くし薄れゆく意識の中でイタチは最後の思いをサスケに残し弟を前に倒れた。当のサスケも疲労に倒れ次に目を覚ますとそこにあったのはかつて交戦したトビの姿。トビは自らをウチハマダラと語りウチハイタチの真実をサスケに語り始める。イタチの願い、一族の粛清、その本当の意味、すべては空ごと、すべては虚構、すべてはこの葉の任務として、イタチの行動はすべて最愛の弟のためにあった。イタ、真実はサスケの心を大いに揺さぶり、そしてその刃を兄弟の運命を狂わせた元凶木の葉へと向ける。かくして木の葉を滅ぼす力を得るために、ウチハサスケは暁へ加担しマダラの命のもと八尾の人中力キラー B の捕縛に向かうのだった。あんたがキラー B か。お前何者だ、バカ野郎。この野郎、アチビ、あんたを拘束する。
戦闘開始。ふざけた奴だったんだ。これで捕獲完了だ。激戦を制し、マダラに八尾を引き渡すことに成功したサスケは、ついに復讐の矛先である木の葉隠れに向け進行を開始する。森を駆ける一行。しかしその行動は内葉マダラがもたらした新たな情報によって変更を余儀なくされる。マダラの情報、それはイタチを陥れた首謀者団蔵が木の葉の六代目火影として鉄の国の五影階段上に向かっているというものであった。サスケは目標を団蔵に定め、鉄の国に向けて走り始める。そして厳重な警備が敷かれる中、サスケたちは五影階段上に侵入を果たす。しかしそこで待ち受けていたのは、怒りに震えるキラー B の兄雷影と、かつて互いが敵として激突した風影ガーラであった。弟の仇小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。サスケ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。元より帰る気なんかない。俺にあるのは復讐の道だけだ。戦闘開始。やめろ。
下がって。に止められるものではない。大影とガーラの猛攻を退けたサスケは団蔵のもとへと急ぎ走った。騒然とする階段状を駆け抜け、ただ団蔵を狙うサスケだが、その道を再び影の二人が阻む。水影と土影、五影としてサスケの行いを戒めるため、その強大なチャクラを持って殲滅に。いい男なのにもったいないわ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。俺の邪魔をするな。戦闘開始。手を貸してやる。
俺の狙いは断蔵だ。これ以上邪魔をするな。水影と土影の両者をも退けたサスケは会場から逃亡を図った団蔵を追い、ついに鉄の国の外れで恩敵と対峙する。イタチを操り絶望を与えた兄の仇、これまでにない怒りがこみ上げ、憎悪の瞳が団蔵を捉える。黒い衝動をあふれさせるサスケと忍びの闇に生きる団蔵、共に闇を抱く二人の激突がここに始まった。お前がイタチを。なぜこんな奴を残したのだイタチ。こいつはお前唯一の失敗そのものではないか。戦闘開始。使わせてくれ。戦闘が取れる。戦闘は。
サスケの憎悪は団蔵の意志を凌駕した。団蔵がいかに策を講じようと、サスケは団蔵の上にあった。狂人は仇を捕らえ、ついにサスケの復讐は一端を成し得たのだった。激闘が終わり、再び静寂に包まれた戦場。しかしその静寂は見知った顔の出現によって終わる。サスケの視界に入ったもの、それはかつての第七班、サクラ、カカシ、そして渦巻きナルトの姿だった。思いを寄せる者との決別、愛すべき弟子を討つ覚悟、それぞれの思惑が交錯する中、サスケとナルトは一歩ずつ近づいていった。一人は己が望む深淵の道を行くため、一人は己が信ずる道、その答えを見出すため。絡まる道の先にあるものは、今ここに互いの意志が激突する。サスケ、この葉は潰してやる。この俺の手でな。戦闘開始。激闘に幕が降りてもなお、サスケとナルトは対峙を続けた。
睨み合う両者。だがサスケを連れ戻すためマダラがその場に現れたことにより事態は収束へと向かい始めた。そこにつながりは見えない。それでもなおナルトはサスケを追うことを決意し、そしてサスケは伸ばされる手を打ち払うため新たな闇を手にすることを決意する。すでにその瞳に光はなく、いずれ訪れる退治の時に向けてサスケは再び歩き始めようとしていた。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。無音の闇、かつての日々を捨て、かつてのつながりを断ち切る。瞳を閉じ、深淵に沈み、憎しみを吠えて、少年は再びそこへ。望む野望がために、そこに絆はない、友はもう見えない。